鳥海札幌園は、大阪府摂津市と理海の野にある保育園。設置者は、社会福祉法人摂津会であり、法人の理事長は、井上一生。最寄駅の大阪モノレール線南摂津駅からは、徒歩15分の距離にあり、卒園児を対象とした、学童保育も行っている。1975年開園。園のでの生活を通じて健康で、たくましい体づくり。 心が温かく、情感の豊かな人間に育てる、可能性を信じ、個性を伸ばすの3つのテーマを掲げ、保育を行っている。定員は230名。開園以来、3度にわたって増築が重ねられた園舎は、建物及び施設の老朽化が目立っていた。2014年に建て替えが行われた。新園舎は、中央にシンボルとして虹の塔が配されており、 階段も虹色に塗り分けられている。園児が食事をするランチルームは調理の様子が見学できるよう房がガラス張りになっているほか、園児自身が調理をできるよう子供キッチンと称する作業台を設置し、園庭の菜園とともに食育を行えるようにしている。また、屋内にボルダリング用の壁が設置され、雨天示の遊具として供されている。かつては敷地内に 京都市電1612号車が保存されていたというが、現存しない。鳥海殺幌園では、大相撲を張る場所前に力士を招待するイベントが恒例になっている。相撲ファンの井上久子園長が始めたイベントで1971年から毎年行われており、園児が力士のように元気に大きく育ってほしいという願いと、日本の伝統である相撲を知る機会を与えたいという、 糸から開催されている。イベントでは、特設土俵での相撲のほか、質問コーナーや、持ちつきなどを行う。2013年には4人、2014年には、幕下2人、2016年には3人の力士が、西木戸部屋と東間部屋から招待された。また、2014年のイベントでは、知的障害者も招待された。ありがとうございます。